ハッピーバレンタイン。今日はみんなにバレンタインのチョコを作っていきたいと思います。というわけでですね、今日は平成女児チョコレートっていう、まあね、みんな平成に生まれてるはずなので、なんらみんなの中に違和感はないと思うんですけど、なんかそういうのが流行ってるんだって。なんか昔ながらのバレンタインチョコレートを作るのが、今のもう令和っ子にしたらもうあれなの、もう古き良きものなの。姉たちで言う、こうガラケーみたいな、なんかレトロみたいな、平成レトロみたいな感じらしくて、そんなの信じられないと。で、なんか作り方みたいなやつ見たら、なんか綺麗に作ってるんだけど、当時のリアルで言うとあんなに綺麗に型の中にはまってないと。まあ、ねねが本物の平成女児チョコレートをみんなに見せてやろうと思いますよ。まず作り方としてはですね、チョコレートを、溶かします。チョコレートをまずはちぎって、溶かします。何個くらいいるかな。ちゃんとね、机の上に残ったかと思います。もったいないね、もったいないから。で、そしたらこれを溶かさないといけないんですけど、何で溶かすかっていうと、本当はまあ湯煎が好ましいが、当時のねねはお湯が熱くてそれで溶かすのなんてじれたくて無理だったので、ねねは当時ストーブの熱で溶かしてたんで、頑張って今からねねの足元にあるヒーターで溶かします。いや、溶けた、下が溶けてから。で、あとは熱で溶かします。まあみんなさすがにね、さすがにバレンタインのチョコレートもらったことある人でも作ってるところまでは見たことないから言われるじゃん。いや、なんか本当はね、ここに牛乳入れてたんだけど、ちょっと牛乳の賞味期限が破壊的で、12月末くらいだったから、ちょっとやめた。さあ、この箸についたチョコは舐める。チョコ、バレンタインチョコ？逆チョコ？分かってんね。今時は逆チョコだよな。流行ったよね。で、そしたらお弁当のおかず入ってるこのギンギンの、母ちゃんの弁当で仕切りの役目を果たしてるこいつに入れます。ひじきケースに入れます。
うまっ、めっちゃ美味しい。そしたら、整える。はい。そしたら、固まっちゃうとできないから。固まらないうちに飾り付けをします。飾り付けは主にこちら、このよくわからない銀の玉で、こちらの、まあ、チョコスプレーはいいかな、茶色同士だから、このソフトクリームの上によく乗ってるあれ、これをこれを乗せると。ねえねえねえ、このチョコスプレー大好き。女の子のバレンタインチョコはこうやってできている。そしたら、この銀のやつも銀のやつも乗せないといけないこの銀のやつね、よくわかんない、これ味よくわかんないんだけど、かわいいから乗せる。よくわかんないけど、ねねはいっぱい乗せる。で、今どういう感じかっていうと、今こんな感じ。今こんな感じね。あとはチョコペンで文字を書いて完成なんだけど、いやそうだよね、ペンが大事なんよ、ペンが硬いんよな、ペン先が。いくよ。ちょっとまだ硬いな。おいね、見て、めっちゃちょびっとしか出ないんだけど。これあれかな、チョコペンの色逆にピンクじゃない方が良かったかな。はパチギレ、マジで。は意味わかんないんだけど。は全然うまく描けないんだか。なんかふにゃふにゃなんだけど。確かに塗るか。分かった分かった、これ塗った後にこう地ならしすれば地ならしして形整えようか。それだな。どう？きた！なったなった。はいみんな、ハッピーバレンタイン。はい、ここ今スクショタイム、スクショタイム。プシ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 。よし。じゃあ私とこれの。固めてくか、ちょっと待ってて。